クロノトリガー魔王魔王は、スクエアのコンピューター RPG、クロノトリガーに登場する架空の人物。本名は、ャキ古代において、女王、ジールの第二子ジャキとして生まれる。ジール王国の王子。ラボスの力に魅せられて、人としての心を失った母を、すでに別人だと断じて、姉サラと愛病アルファド以外に対し心を閉ざしている。王家の血筋ながら、 全く魔力を持たないと言われていたが、実際にはさらすらも超える絶大な魔力を秘めており、心と一緒に自ら封印していただけであった。生まれつき、死を感じる力があるらしく、ラボスの力は、黒い風として感じているようである。ジョージールがさらなるラボスエネルギーを得ようと、建設させた、海底神殿でラボスが暴走し、海底神殿にいた、ジャキも、 また突如現れた時空のゲートに飲み込まれ、中世に飛ばされ、後のブカビネガーに拾われた。成長し、魔王になった、彼は人間の平和を脅かし始める。彼の脅威を危惧した、ガルディア王21世は、騎士団長であったサイラスに魔王討伐を命令した。AD590 において、魔王は、伝説の剣グランドリオンを携えたサイラスとその、親友グレンを破る。 グランドリオンを降り、サイラスを殺害。蛇に睨まれた蛙津のようだったグレンを、ビネガーの神言を受け入れ、呪いでカエルの姿に変えた。AD600、魔王は、ラボス召喚の儀式に入った。ビネガーたちには共に人間と戦い魔族の世界を、作ろうという夢を語っており、ビネガーらも呼び出されつつあるラボスが、自分たちに利する存在だと考えていたが、魔王の本には異なる。 彼は自分を未知の世界に飛ばし、己の人生を無茶苦茶にしたラボスを憎んでおり、ラボスを目覚めさせ自らの手で倒し、復讐を果たすことが目的であった。そのため力を持つことにこだわっており、結果的にビネガーたちを利用していた。ラボス召喚後の経緯は不明だが、魔族は人間に破れ、後世のメディーナ村の魔族たちの間では、魔王がラボス神を生み出して、 人間を滅ぼそうとしたと伝えられているため、魔族たちは魔王の石像を祭り、ラボス神の復活を願っている。クロノたちが折れていた、グランドリオンを別の時代の力を借りて復活させ、グランドリオンを手にしたカエルと、クロノたちは魔王城に乗り込んだ。この時、魔王はラボスを呼び起こす儀式中であった。しかし黒ノたちと戦い、 戦いの最中でラボスが眠りから覚めてしまい、暴走したラボスの力によって、クロノたちと共にゲートに飲み込まれてしまう。クロノたちとは別に古代に飛ばされた魔王は、海底神殿でラボスが出現するはずの瞬間に復讐のチャンスを見出し、その瞬間までの出来事を知っている。彼は街頭で身を覆った預言者として、ジールに近づきそばに使える身分になる。 かつて、賢者ボッシュが、ジールの計画を邪魔しようとしたことを知る。彼は、邪魔されぬようボッシュを、嘆きの山に監禁させた。クロノが古代に現れるが、これも追い返し、ゲートを封印した。この時、クロノ一行と遭遇した、幼少時の邪気はクロノに、黒い風による死を予言している。その後、海底神殿にてボッシュに代わりクロノが計画を邪魔しようとしたが、 ラボスが出現。正体を表した魔王は、ラボスに勝負を挑むが、その圧倒的な力の前に敗れ、黒ノも皆をかばって、ラボスによって消滅させられる。そしてジール王国は、ラボスによって滅びることになる。サラの力によって転送された一行は生きながらへ、北の岬に佇んでいた魔王はカエルたちと会う。ここで、魔王と戦うのも可能で、魔王が死ぬことになり、 時間の経過とともに、呪いが溶けるため、エンディングで、カエルは、呪いが溶けて、グレンの姿に戻る。戦いの遺憾に関わらず、魔王はクロノを復活させる方法を賢者ハッシュが、知っていると語る。戦わなければ、去りかけるカエルたちを呼び止め、ラボスへの復讐のため彼らと手を組むことを決める。本来の歴史と違いじゃは、海底神殿には行かず、ボッシュと共にいたが、 黒い歪みに吸い込まれそうになり、ボッシュが助けようとするも中世に流れ着いている。またジョージールがラボスの暴走に巻き込まれることなく、力を手にして、海底神殿が上空に浮かぶ黒の夢になったという違いが現れた。中世では、魔王城は、ラボスの暴走で失われたが黒のたちに敗れて、逃げていたビネガーが大魔王を名乗り、現代の魔族が暮らすメディーナ村でも、 魔王の石像ではなく、大魔王ビネガーの石像が祀られるように歴史が変わっている。魔王が中世のビネガーの館に行くと、ビネガーは魔王が人間と手を組んでいることを魔族への裏切りと非難して戦いになるが、これが後の歴史に影響して、大魔王ビネガーとして活動がなくなり祀られないだけでなく、魔族を裏切った魔王の石像が祀られることもなくなり、 広場には何の像も立っておらず、しかし魔族たちは人間との共存の道を歩むようになっている。マルチイベントの一つである黒の夢では、パーティ内に魔王がいる状態で、ジールと戦闘に突入すると、イベントが発生し特殊な戦闘になる。ジール打倒後、ラボスへの復讐を果たすため、1999年、ラボスの日に飛び、最後の戦いを迎える。 ラボスを倒した後、魔王は古代に戻り、消息不明になっている姉サラを探し始めた。巨大な鎌を武器として使用する。鎌を使った攻撃技はないので通常攻撃のみであるが、最強武器の絶望の鎌は仲間が戦闘不能になるたびに攻撃力を増すという特徴を持っており、魔王一人だけが残った状態だと、とてつもない威力を発揮する。 扱う魔法の属性は名邪気の時は普通の人間の耳だったが、魔王になってからは、耳が尖っている。ラジカルドリーマーズから盗めない宝石マイナスに、メインキャラクターとして登場する仮面の魔導士、ギルは、同作のメインシナリオ、キッド盗めない、宝石編においては、正体が魔王そのものとなっており、偽名を名乗り正体を隠している。n i n DS 版。 クロのトリガーの追加シナリオでは、プレイヤー側の時間軸の魔王とは別の存在として、すでにクロのたちと共に、ラボスを倒した別時間軸の魔王が登場する。姉サラは、絶望からラボスの思念と融合した、新生命体、夢クいになってしまっており、助けようとするも失敗に終わる。このことにより絶望した魔王が、自らの存在を消し去ろうとした結果、 記憶を喪失。魔王と似て非なる、新たなる存在が残され、忘れてしまった。何かを探し求めて、放浪の旅に出る。クロノクロスのシナリオライターの加藤は、クロスで皿と邪気のその後を保管したかったと述べているが、仲間キャラクターが45人と多くなってしまったため、断念したという。その名残が、ゲーム本編に登場する、ルッカの手紙に残されており、 ザキの名前が出ている。ありがとうございます。